10の秘密。8.9% からスタートした視聴率はね、第2は 7.9%、第3は 6.7%、そしてこの前の第4話は 6.2% までダウン。まあとにかくね、一向に下げ止まらない。うん。で、ウェブサイト朝女2月5日付ではね、その理由に関してこんな解説が。物語は主人公白川啓太の娘が何者かに誘拐されたことから、離婚した啓太の妻仙台由紀子や啓太の幼馴染石川奈々子らの秘密が絡み合い、次々に事件が巻き起こるサスペンス。ドラマを見ながら語り合うサイトでは、向井理と仲間由紀恵のかっこよさと美しさを堪能するドラマという向きもあるが、サイト上でもう見るのをやめますとリアルに脱落宣言する視聴者もいる。とあるテレビ誌ライターの話によると、放送前はオリジナル脚本なだけに先が読めず、1話ごとに秘密が出てくるのかなどと期待値は決して低くありませんでした。しかし話の展開が遅く、娘を誘拐されたケイタの対処も緊張感がない。第4話で誘拐犯はユキコと判明するも、実行犯に喫茶店で報酬の1000万円の札束を無造作にテーブルの上に置くシーンに、喫茶店であんな札束の山出さないと疑問を持たれるなど、表現が雑な印象は否めません。意外性もスピード感もなく、演技達者な佐野史郎、名取裕子、渡部篤郎らが脇を固めているのに無駄遣いとも言われています。うん。で、ところでね、第4話の内容に関しては、ウェブサイトリアルサウンド映画部2月5日付によると、帝東建設の不正の証拠が入った USB を握りしめ、同社の社長、長沼の元を訪れたケイタ。取引として3000万円を要求するも、手よく追い返されたケイタだが、宇都宮からあることを知らされる。それは自殺した社員が握っていた秘密が書かれた手帳があり、それをユキコが持っているということ。10の秘密第4話は、物語序盤の大きなトピックとなった誘拐事件についての真実が明らかにされるエピソードとなった。ケイタは瞳に誘拐された時の状況を聞き、瞳の記憶を頼りに犯人の男の似顔絵を作成する。これがまた二本松役の遠藤優也の特徴をうまく抑えているのだ。そしてそれをもってユキコが育った町を再訪したケイタは、犯人の男二本松がかつてある事件を起こし、その弁護を当時まだ駆け出しだったユキコが担当していたというつながりを見出すことに。そんな折、別人名義の偽造パスポートを手に入れたユキコは、ケイタが長沼を脅したことを知り、データを探すために留守中のケイタの家に忍び込むのだ。家に忍び込んだユキコがケイタのパソコンのロック画面を突破するシーン。設定されていたパスワードは瞳の誕生日。思い返してみれば、第1話では瞳のタブレットを、第2話では自殺した帝東建設社員のパソコンをケイタが突破するシーンが登場した。ケイタがどちらも難航したことを踏まえれば、一発で解読した今回のユキコは、それだけケイタという人間のことを理解していることの表れと言えよう。そしてそれと同時に、やはり現代における秘密の隠し場所は、やはりパソコンやスマホ、タブレットという場所に限られるわけで、そんな重要なものが入った機器が、実に安直な数字の羅列で解放されてしまうという脆弱さも、心に秘めたものを次々と露呈しなくてはならない状況に陥るケイタの姿に、どことなく通じるものがある。さて結局のところ、瞳を誘拐した犯人はユキコであることが分かり、次なるトピックはやはり10年前の火災ということになるのだろう。瞳がそれについて深く知ろうと翼に相談すると、送られてくる当時の地方新聞の画像、そして一人の女性が亡くなり、その子供にケイタが毎月送金していたという事実が明らかにされる。やはりその子供というのが翼なのではないかと考えるのが妥当なラインだろう。また劇中のユキコのセリフを引用すれば、ケイタが立ち入れる世界じゃないほどに深い闇であることが伺える帝東建設の不正問題もさらに膨らんでいくことが予感でき、そこにラストでユキコが語る
ケイタの最大の弱点と宇都宮が語る自分を守る切り札、今後の重要なフラグとなるに違いない。ふん。ということで、とにもかくにも銃の秘密、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい。